劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット後編公開直前特番、はい、言えた、言えました、よく言えた、よくできた、よく言えた、ありがとうございました。はい、皆さんよろしくお願いします。こんにちは。この番組は、いよいよ来週15日より劇場公開となります劇場版 FGO キャメロット後編の情報をお届けする特番となっております。本日の進行役を務めさせていただきます、アニプレックスの金沢と申します。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは待ちきれない様子ではございますので、早速本日のゲストの皆さんにご挨拶いただきたいと思います。それではまず宮野さん、お願いいたします。はい、本作でベリビエールの役を演じております宮野守です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では続きまして、島崎さん、お願いいたします。はい、藤丸律香を演じさせていただいております島崎信長です。よろしくお願いします。そうなんだ、そうですよ。よろしくお願いいたします。では続きまして川澄さん、お願いいたします。はい、獅子王役川澄英子です。よろしくお願いします。素晴らしい。ありがとう。水色がありがとう、うん、水色が綺麗ですね。本当ですか、うん、よかった。はい、ありがとうございます。本来はですね、初日舞台挨拶の開催が予定されていた本日ですが、うん、緊急事態宣言を受けまして、公開が一周延期になったということで、本日はですね、公開をお楽しみいただいている皆様に、作品の最新情報やキャストの皆さんとの楽しいトークをお届けしていければというふうに思っております。断らぬ。よかったよかった、やってくれるみたいです。やりますよ。ぜひね、楽しいトークをちょっとお届けできればなというふうに思ってるんですけれども、それではまずはですね、現在公開されております後編の本予告を改めてご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。私は罪を犯したのです。なのに私は獅子を止め、人類焼却も食い止める。私はお前たちに永遠を与えると決めた。理想の国をお作りください。気候が守るものと私が守るものは相入れぬ。我が右腕こそ忠説の果て、取り返せぬ罪の証。アーサー王、あなたこそ我らにとって輝ける星。スイッチオン、アガードラム。劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット後編パラディンアガートラム。もう面白いね、もう面白いな。ありがとうございます。番組のですね、ご覧を皆様には、予告をご覧いただいたわけですけれども、うん、本日、ご登場いただいているキャストの皆様には一足先にですね、うん、本編完成した後編の本編をご覧いただいたと思うんですけれども、うん、まずはちょっとこうね、感想をちょっと伺っていきたいなというふうに思っておりまして、それではまず宮野さん、見ました、お伺いしたいなと思っています。見ましたよ、見ましたね、見ましたね。いやー、そのアフレコの時には、まあ、もちろんまだ完成された絵が入っていたわけではなかったので、で完成版を見させていただいたんですが、ボロ泣いた。いい映画です、ね、本当にいい映画、本当にびっくりするぐらいいい映画、作画めちゃくちゃいいし、はい、でなんていうんだろう、今までに見たことのない演出がふんだんに盛り込まれていたので、うん、見たことのない映画でした、その映画として、うん、だからそこに感動しましたし、何よりもこうネタバレを避けて言うのであれば、こう解決してよかったなと、うん、思いが、うん、そう、思いが解決してよかったなというふうに思いました。はい、本当に、はい、ありがとうございます。まあ、なかなか本編のネタバレがちょっとできない中での感想というところなんですけれども、はい、では続いて島崎さん、いかがでしたでしょうか。でも本当に宮野さんが今おっしゃったことが本当にその通りなんですけど、うん、なんかでも演出がもうなんかそれぞれすごくて、うん、一本の映画を見てるはずなのに、うん、なんかいろんな映画も同時に見たような。いや、本当すごいのよ、本当にすごいの。ここはこうで、ここはこうなって、うん、こっちがこうなってみたいな、うん、全部でもすごいハイクオリティっていう、うん、もうなんかすごいです。本当にすごいとか良かったっていう言葉しか
言えないような、うん、これ以上喋ろうとすると もう言っちゃいけないことを言っちゃいそうな、そうなんだよね、そうなんだよ。あと曲がいい曲いいですね曲いい、間違いない間違いない曲がいい間違いないです。いや、あれは来ますよ皆さん。いや本当本当にボロないだよ。ありがとうございます。あの、まあ、前編をご覧になってというところで、はい、まあ、今回の後編というところにはなるんですけれども、川澄さんにもぜひこう、ね、ちょっとお伺いしたいなと思ってるんですが、はい、そうですね、やっぱ前編から本当にベリーの旅ということでその旅を追ってきてるんですけど、なんかその最後ね、まあ、ベリーの思いがね、こう遂げられた時のなんかそのそれまでの演出も本当に素晴らしくって、はい、なんかこうすごく熱いところとすごく静かなところの対比も素晴らしくって、なんか良質な時間を過ごしたなって、いいもの見たなって思いましたし、思いをつないでいこうと思いますね、はい、僕らもね、命をつないでいこうって本当に思う。でも絵も音楽も本当役者陣の芝居もすごく熱くって、なんかもう本当にぜひたくさんの人に見てもらって、うん、ベリーの旅の終わりをね一緒に体感できたらいいなって思いました。ありがとうございます。あの最初に、ね、ご覧いただきました予告の中でもいろんなカットがあったと思うんですけれども、特にあの最後のビリビエールのアガートラム使うところとか印象的なカットだったんじゃないかなと思うんですが、うん、まあ、お話しできる範囲ですごく印象に残ってるカットとかをですねちょっと伺えたらなと思うんですけど、なかなか難しいかなと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。そうですね、ベリーが、まあ、その前編の時に僕よく言っていたその目の光が変わっていくっていう、うん、でベリーがその思いが変わっていくきっかけってやっぱり出会いなんですよね、うん、一人で孤独に戦っていたらああはなれなかったっていうのが、うん、まあ、後編でもまあ強く描かれるんですが、まあ、特に藤丸との出会いが本当にベリーに決意をさせてくれる、決心をさせてくれる。で中盤で2人の、まあ、2人のやり取りというか、藤丸が僕にくれる言葉があるんですよね。僕にって言っちゃったけどベリーにくれる言葉があるんですけど、それによって前を向くあの顔が本当に美しかったなと思いました。いや、はい、あのシーン確かになんか本当に中盤で1回泣くって、うん、はい、ボロ泣いた、はい、そこでもうボロ泣きました、はい、僕は、ね、うん、はい、でまたその藤丸がそこで言えたことっていうのがじゃあどこからつながってるんだろうとかっていうのを考えていくと本当にそうなんだよね、全部がつながってて、でもつないでくれる人なんだなってやっぱ本当に思った思いの人で、うん、素晴らしい。ありがとうございます。あのつなぐということも、ね、すごく大事なあの、はい、テーマになってるんではないかなと思いますけど、川澄さんこう円卓の騎士もたくさん出てきてですね、はい、いろいろ描かれてるシーン、あのそれぞれの騎士たちが思う、はい、思いをつないでるっていうところもあると思いますが、はい、いかがでしたか。印象的なシーン、まあ、お話しできる範囲でなかなか、ね、難しい、ね、本当にテーマだとは思うんですけれども、いやでもあの今の予告にあったシーンが本当にまず一つあって、うん、そこからじゃあこの獅子王にみんなどういう思いを抱いて従うのか去るのか、どういう選択をしたのかっていうのがまず一つ大事で、でそのそれぞれの選択をした円卓の騎士たちが思うことは結構バラバラで、でも一つの彼らなりのまっすぐな気持ちとか正義とかを貫いて、それであのカルデアだったりファラオだったり山の民だったりっていう人たちとこうそれぞれの思いをぶつけ合って向かっていくっていう、その一つ一つの過程がなんかこう円卓って今回すごくこう悪く見えてしまいがちですよね。あの前編もそうです、征伐のシーンとかもやっぱこう冷酷無比な感じがするんですけど、そうではないんだっていうところをすごくこう感じてもらえるんじゃないかなと。 そこの中心にいる獅子王が、うん、その前編では本当にこうミステリアスというか、うん、こうどういう目的感がわからない中、うん、後編ではその獅子王の思いもこう垣間見えるとか明らかになるみたいなところもあるから、うんうん、まあ、そこも注目してほしいですね。はい、ありがとうございます。あの先ほどですね、川澄さんからも旅路という言葉もちょっとキーワードとしていただいたんですけれども、今回、まあ、ベリビエールの旅路というところを見届けていただく形になると思うんですが、島崎さん、ベリビエールをこう、はい、すぐ横でですねその旅路を見届けていかがでしたか。どうだい、うん、ただ、うん、ただ、まあ、信長の感想をまず言うと、信長の感想でいいのよみんなそれが聞きたいんだから信長の感想が、他に誰の感想が、はい全部ね、ただネタバレすぎるからちょっとずれた話なんだけど、宮野さんやっぱすげえなと思ったんですよ。うわ嬉しいな。最初からやっぱりこの作品ベリビエールをね、あの主眼に置いた作品なので、だからそのベリビエールの積み重ねだったり気持ちの変化だったりっていうものがとても大事で繊細だなって
思うんですけど、うん、それがもう正直僕は声ののっけからすごく感じてて、あ、なんか今あ背負ってんだなってこととか苦悩してんだなってものとかがもう初っ端からすごく伝わってきて、そっか、でもそれもそれすら言えないのか、あのあそこから始まるとは思わないもんね。そうですね、そこの辺の始めも、そうですね、いや、あのシーンから始まって、ね、あ終わるのが、そうなの。いやでも私もすごい宮野さんがベリエにかける思いと、うん、あと王を思ってくれる思いがなんかすごく伝わりました、うん、なんかこんな風に思ってくれてたんだっていうのが、うん、なんかもう最後もうボロ泣きですけど、だって本当に本当に言えないことばっかなんだけど、うん、本当にネタバレだから言えないけど、うんうん、どんだけ思い続けたか、うん、そうなんです、いや本当にね、そうよ、ごめんね長いことね、思いの話なの、うん、愛の話なんです本当に、思い続けた人は報われるんだなっていうのがやっぱりいいとこかなとも思います、うん、安心してご覧になってください、うん、はい、ありがとうございます。ベリベリの旅路というところもお話を伺いましたけれども、はい、そして、宮野さんにもですねちょっとこの件、お伺いしたいんですけれども、はい、映画のラストで宮野さんに歌っていただいております主題歌、あれ私が歌ってるんでしょうはい、担当していただいておりますけれども、はい、映画のですねエンドテロップで流れた時のですね、まあ、楽曲の印象だったり手応えっていうのはいかがでしたでしょうか。こう全てを言ってくれていて、なんか自分の曲、自分が歌ってるんだけども、その作品の曲として本当にいい曲で泣いてしまって、で、まあ、ネタバレとは関係ないかもしれないけど、この FGO 用にちょっとアレンジも加えているんですよ。この FGO で聴けるところもあったりとかするから、結構こだわって作品に寄り添って作ってるので注目してほしいなというふうに思ってます。ありがとうございます。ぜひですねその最後にかかるところのシーンもね、はい、皆さん注目して見ていただければなというふうに思っております。はい、皆様ありがとうございました。ではですね続いてはちょっと楽しいコーナーに行ってみたいと思います。続いてのコーナーはこちら、15秒で伝えようプレゼン大会。本当に楽しい、はい、本当に楽しい。今までの話よりも楽しい、楽しいです。本当に今までも真面目で、すごく楽しいお話をお届けいただいたんですけれども、より皆様にですねちょっと楽しんでいただきたいですね。私たちが楽しい、はい、皆さんにも楽しんでいただけるコーナーを、15秒大喜利ね、はい、まさにですねおっしゃる通りでございます。宣伝にすぐ大喜利させる。テレビでも流れている15秒 CM、 まあ15秒という短い時間にですねキャメロットの魅力が詰め込まれているんですけれども、はい、今日はキャストの皆様にですね15秒間でさまざまなものの魅力をプレゼンしてみていただきたいなと。信長ができると思いますか。そうですよ、話が長いから。宮野さんに1を聞かれたらあこれがあって、でも補足としてこれがあって、補足の補足のこれがあってって言って聞きたいもうないんだぞ、ほら、はい、もうないんだぞ、全然聞けないんですよ、はい、ぜひ島崎さんにもですね15秒間でちょっとねキュッと詰め込んでいただいて、はい、プレゼンしていただければなというふうに思っておりまして、私の方でですねネットモトの方でテーマをちょっと出させていただきますので、そのテーマに沿ってプレゼンを15時間必要ってコメント決定討論15時間必要だってコメントが来てますよ。でも信長君は15時間喋れる、喋れる、喋れます、いやでもこんなこと言ってますけど、この二人もね全然話せますよ今回の作品、はい、15時間話せるぐらいの作品でございます。はい、はいはい、今日はねその15秒でちょっとお話しいただきたいなと思いますが、はい、まずは15秒がこれくらいだよという時間を体験していただきたいと思いますので、プレゼン中に流れるですね BGM を15秒と聞きいただきたいと思います、はい、どうぞ。こんな自由が待っていはい、ということですごくいいところで、すいません、戻ってしまったんですけれども、フェードアウト、はい、ということで皆さんに歌っていただいております後編主題歌透明がですね15秒間流れますので、はい、その間にプレゼンを押していただきたいなというふうに思います、うん、あ実際流れるの、はい、実際に後ろに流れる。俺の曲をいいように使いやがって申し訳ない、ありがとうございます。いいよ、俺見て感動したばっかなんだよな、うん、そうだね聞き入っちゃうよね、聞き入っちゃうよ、聞き入っちゃう。はい、でも綺麗な主題歌の前でですねちょっと皆様にプレゼンしていただきたいなと思っておりますので、それでは早速ですね、はい、先ほどちょっと長く収まらないかもと言っていただいたんですけれども、まずは島崎さんから、はい、チャレンジをしていただきたいと思います。決めますよ、そこは詰め込んで、はい、魅力を先方、うん、はい、それでは島崎さんに、お話しいただくテーマはこちらです。泣いたタイトルということで、こちらについて15秒で、プレゼンしていただく。これこそ15時間でしょ、無理だよ、一個一個やっていけますからね、ね、そうだね、いろんな作品があって、いやでも
腕の見せ所じゃない。そうだね、エース任せてくださいよ、青鬼のエース。青鬼のエース。では島崎さん、ゴールデンでエースと紹介されたと思いますよ。そうだ、そうだ、はい。はい、チャレンジしていただきたいと思います。それではスタートです。じゃあ曲もいいんだよな。いろんな作品があるんですけど、全部の作品に共通してるのはそう、世界が生きてるんです。20年以上育み愛され楽しみに作られてきた世界が全部で共通して生きてるんですよね。で、世界がちゃんと生きてるからそこに生きる人たちなんだよ。もう世界が生きてるしか言ってないよ。なんならもっと言えたでしょよ。世界が生きてるんですよ。世界がね、ずっと世界が生きてるんですよ。しか最初おたけびから始まったね。おたけびいらないよ。いやなかなかこの15秒という短い尺の中で、いや結構短いですね、はい、ね、難しいかなと思いますので、いやでも面白かった、はい、熱意がすごく、ね、伝わった、思いは伝わった、はい、たくさん言いたいことあるんだなっていうのがね、はい、ありがとうございます。それでは続きまして、川澄さんにもチャレンジしていただきたいと思います。川澄さんにチャレンジしていただくテーマはこちら、イギリスです。イギリス、急に、はい、まあ、いろいろ、ね、お話しいただけることもあるかなと思いますので、では行ってみますか、はい、作品に絡める、はい、それでは作品に絡めるのか、絡めるのか、川澄さん、イギリスについてのプレゼンをお願いいたします。どうぞ。スコーンが美味しい、スコーンって方美味しい、あとクロテッドクリームもすごい美味しくて、あとシャーロックホームズが有名で、何よりもアーサー王と円卓の騎士が最高だよ。どうかな、みんなイギリスに行こうね。うわー、おー素晴らしい。映画見ようねじゃなくてイギリス行こうねってそこは映画見ようねでしょうよ。イギリス行こうねじゃないですよ。イギリスすごいいいんですよ。そうですね、そうですね、そうなんです、そうなんです、はい、川澄さんのイギリスへの愛をね、そうです、お伝えいただいたかなと思いますが、はいはい、皆さんに伝わったんじゃないかなと思います。すごい伝わったと思 います。伝わったし、可愛かったし、イギリス行きたくなったし、やった、はい、ありがとうございます。それでは続きまして、宮野さんにもチャレンジしていただきたいと思います。宮野さんにチャレンジしていただくテーマはこちらです。なるほど。劇場版 FGO キャメロット前編について15秒でプレゼンをしていただきたいなと思っております。前編か、はい、前編はい、前編でございます。それでは皆さん、まあ、分かったよ、こうやってやんだよ、見てろ、あ、はい、どうせ見てろ、真のエースが、15秒の使い方見てろそれでは宮野さんからプレゼンをしていただきたいと思います。それではどうぞ。劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガードラム。ありがとうございます。いや、タイトル長いんだな、タイトルが長いんだ、まずな。ずるいよ確かに、でもテーマに対してもうそのことをストレートに、ストレートに、うん、バッチリな、いや、もう10分しかないのに、うん、最初無音を作る、その度胸がすごいよねだって15秒のトレーラーを作るわけでしょ。そうそうそう、そういうことでしょ。そう、うん、でも説得力なんかちょっとあったな、うん、お楽しみに、うん、続いて島崎さんにですね、このテーマちょっと振るのがすごくね、心苦しいんですが、まだやるね、はい、島崎さんにはこちらのテーマで続いてプレゼントしていただきたいと思います。こちらです。かわいそうだ、劇場版 FGO キャメロット後編。かわいそう、先に変化球を投げられたというのは何を投げればいいんですかこれはきつい、魔球をもう投げたんですよ宮野さんはこれはきつい、はい、こちら後編について、島崎さんから、15秒でプレゼンをしていただきたいと思います。詰め込めよ、詰め込みます、次のこと詰め込みます、うん、はい、エース、それでは島崎さん、よろしくお願いします。どうぞ。原作ゲームが大好きな僕も本当に今回劇場化する意味があったなっていうのを後編で本当に思わされました。いいよいいよ、ベリビエール視点だからこそのベリビエールと、そして円卓の物語、いいよ、この物語は円卓の物語だって、おより円卓のこと、いや、すごい惜しい、なんか惜しい、惜しい、もうちょっとだってか、途中まで何か映画の番宣見てるような、うん、よかった、すごいよかった、より円卓っていうのはもう卓の説明書だよ円卓の騎士の説明じゃなくて、より円卓っていうその卓の説明もなっちゃった
神谷さんになっちゃった。上手上手、はい、でもすごくあの綺麗にこう後編のちょっと見どころというかね、はい、でも、ね、本当にだから別に原作ゲーム知らなくてもいい、うんうん、はい、今回の映画だけを見ていただいて本当に、うん、付け足してんじゃないよ、付け足してんじゃないよ十分終わったんだよ。みんなで見てるでしょうね、ぜひ見てください、見てください。はい、島崎さんありがとうございました。はい、それでは続きまして川澄さんに2つ目のテーマ、ご提示したいと思います。川澄さん2つ目のテーマこちらです。あ、円卓、はい、よりの島崎さんのテーマはね、ちょっとお話ワードが、ね、入ってましたけども、この円卓の基準についてちょっとお話プレゼンをしていただきたいと思います、はい、それでは川澄さんお願いいたします、どうぞ。はい、我が円卓の騎士はかっこいい、全員とても顔がいいです。そしてマッチョから細マッチョまで揃えております。とてもかっこいい忠義の騎士のその戦い様をぜひ皆さんに劇場で。おーおーおお、ありがとうございます。王による円卓プレゼント素晴らしい。円卓、ね、の騎士たちがたくさんいろいろね、うん、はい、でも取り揃えておりますみたいな感じになってましたね。すいません、ちょっと引っ張られましたね。あの円卓に、より円卓に引っ張られて、そういうお店の金の、ね、すいません、そういうんじゃない、うんうんうん、でもね、はい、本当にあのいろんな個性が皆さんいるので、素晴らしい、はい、素晴らしいです、うん、いや個性が豊かだってことが伝わったもんね、ありましたね、はい、よかったよかった、ぜひね劇場でもちょっとその円卓のチェックしていただければなというふうに思っております、はい、それでは、最後に宮野さん2つ目のテーマ提示させていただきたいと思います。宮野さんへのテーマこちらです。5月26日リリース透明、はい、皆さんに聞いてほしいから、はい、はい、では宮野さんよろしいでしょうか。はい、はい、では皆さんよろしくお願いします、はい、どうぞ。劇場版フェイト、グランドオーダー、神聖円卓領域、キャメロット公演、パラディンアガートラ主題歌透明。ぴったりぴったり、尺ぴったりでした。ありがとうございます。後ろに主題歌が流れていても、うん、まさにぴったりなね、ぴったりプレゼンをいただいたかなと。間のおかげで歌が結構ちゃんと聞こえてきて、うん、聞いてほしいのよ、うんうん、やっぱね、歌のプレゼンで一番は聞いてもらうことだから、うん、楽曲ということで、はい、ありがとうございます。15秒でのプレゼン、なかなかやっぱり難しいですかね、これはね。いやいや、バッチリだったじゃん。いや、でも完璧に決めていただきました最後、はい、なかなかこう短い尺でキュッとね収めていただいたプレゼンになったかと思います。天丼でこうやってやるんだよ、天丼で天丼でこうやってやるんだよ、天丼でしんどいですが、テレビでも頑張ってね。はい、皆様ありがとうございました。以上、15秒で伝えようプレゼン大会のコーナーでした。それではここからは作品の情報をお知らせしていきたいと思います。まずは前編の配信情報からになります。ただいま前編ワンダリングアガートラムが各配信サイトにてレンタル配信と期間限定配信中となっております。詳しくは公式ホームページをチェックしていただければと思います。続いては来場者特典の情報のおさらいとなります。後編第1週目の来場者特典としてイラスト&テキストカードボリューム1旅路を配布いたします。イラストは石田明さん、テキストは那須きのこさん書き下ろしとなっております。すごい、はい、そして、さらにですね、1週目特典としまして概念霊創作家さんの書き下ろしによるスペシャルシチュエーションブロマイドボリューム1もランダムで3種類配布いたします。絵柄の方もこちら出ておりますが、本日はですね、こちらの場にもですね、現物ご用意させていただいておりますので、キャストの皆様にも、ご覧いただきたいなというふうに思っております。はい、お手元にですね、これかわいいですよね、はい、特典を。あら、すっごいですね、これ確かに取り揃えてますね。そうなんですよ。いや、すごい、これずるくないですか、これずるい。あ、フォー君と、あら、あら、あら、腹散らしてるじゃない。そう、そうなの、気づいちゃった、気づいちゃった、気づいちゃったよ。ね、お腹がね、そうですね、こういったチラもね、ちょっと見せて、すごい、今日同じようなシャツ僕着てますよ。そうですね、紐と横が空いてるやつ。いや、お腹見えるの。なんかね、これを脱いだら見えますよ。はい、このような形で、こちらはですね、ランダムというふうになっておりまして、3種類ね、ございます。トリスタンとモードレットの方もおりますので、皆さんもぜひですね、劇場に行ってお手に取っていただければなというふうに思っております。
はい、それでは続きまして、劇場グッズの情報もご紹介したいと思います、はい、うん、はい、こちらになります、こちらですね、15日から各劇場にてご覧の商品の販売がスタートとなります、パンフレットはですね、CD 付きの豪華版もございますので、ぜひチェックしていただければというふうに思っております。素晴らしい。そしてここからは最新情報です。最新情報としまして、公開記念キャストイベントの開催が決定いたしました。このメンバーですか？はい、公開記念キャストイベントといたしまして、出演者、こちらに記載しておりますが、宮野さん、島崎さん、川澄さん、水島さん、沢島さん、沖合さん、内山さん、安本さんと豪華8名の、内山来るんですか？はい、本当に内山来るの？はい、円卓の騎士たち勢ぞろいということで、すごい、はい、こちら楽しみ、すごい楽しみかなと思いますけれども、キャストの皆様いかがでしょうか。なかなかこのメンバー集まるっていうのもね、なかったんじゃないかなと思いますけれども。安本さんが沖合さんに喧嘩を売らないと、いや、ちょっと心配ですね。確かに、ちょっとね、入れ込みまして、非常にランスロットのことを話すときに安本さんが本当に前編の時危なかったでしょ。結構なんか私一緒になんかインタビュー受けたりしたんですけど、はい、もうランスロットへの思いが強すぎて、ちょっとなるほど、せいせいせいってやる、なるほど、せいせいせい。じゃあこのキャストを皆様がね、登場するイベントでは、まあある意味ね、皆様それぞれしますので、そういった場でね、ちょっと安本さんと桶谷さんと、そうですね、そうだね、なんかちょっと熱いですよね、はい、この他のみんなも読めないです。こんだけ揃って絡むってないので、また今までとは違うお話が聞けそうですね。そうですね、はい、まあ、なかなか、ね、登場されてないキャストの皆さんもご登場ということで、はい、コメントにもいただいておりますけれども、内山さんたち、沢城さんも、ね、今回ご登場いただくと。沢城も来るの？はい、いらっしゃいます。すごく楽しみかなと思いますので、ぜひ皆様こちらのですね、イベントの 情報の詳細に関しましては後日お知らせさせていただきますので、公式ホームページの方をチェックしていただければなというふうに思っております。以上、お知らせコーナーでした。はい、はい、というわけで、ちょっと時間も短いものでして、そろそろ番組終了のお時間となってしまいました。終わり、本当に、ね、短い時間となってしまって申し訳ないんですけれども、最後に皆様からですね、ご覧の皆様、番組もご覧の皆様にご挨拶を頂戴できればというふうに思っております。それではまず川澄さんからお願いいたします。はい、フェイトグランドオーダー新生円卓領域キャメロット後編パラディンアガトラム、はい、本当に このお話、私も自分自身大好き で今回劇場版としてなった時に、本当になんかこういろんな人の熱い思いが乗った素晴らしい映像作品になったなと思って、これを映画として皆さんにお届けできることがとても嬉しいです。もうベリービエール、本当に素晴らしい騎士でした。ベリービエールの旅路、何度も何度も言いますが、本当に皆さんに最後の瞬間まで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。素晴らしい、川澄さん、ありがとうございました。では続きまして、島崎さん、お願いいたします。この来場者特典、はい、これ、ね、皆さんにちょっとまだお見せできないんですけど、もうすでに石田明さんのイラストと、那須きのこさんのテキストが入ってるんですよ、これ後編見た後に読んだらまたよりそうだね、来ますね、これはすごいや。そうですね、まあだから僕のあるではの話というか、本当に原作が大好きな皆さんが見て もう絶対に良かったなと思えるような、見て良かったもそうだし、劇場化して良かったなって、それがまた完全に原作通りではないです。今回ビリビエル視点でね、再構成しているので、でもそれがね、多分 FGO ファン、フェイトファンのみんなは本当に良かったって、これはベリビエルの旅路だ、円卓の物語だって思ってもらえる、そんなものになっています、間違いなく。いや、もう本当に見ていただければ絶対に感じていただける、分かっていただける作品になっておりますので、ぜひどうか劇場でご覧ください。よろしくお願いします。素晴らしい、島崎さん、ありがとうございました。ではそれでは最後に宮野さん、お願いいたします。はい、今回の劇場版は、先ほどもお話にあったように、ベリビエールの思いがフィーチャーされている作品でございます。なので、まあ、この言い方が正しいかどうかわかんないけども、映画として実はとてもシンプルです。本当に彼の思いがどこから来て、どこへ行くのか、どんな思いを抱え何を遂げるのか、それが綺麗に描かれて
ております。でそれを感じることによりこの今の世の中の中で僕らは何を大事にして生きていくのか、命とは何なのか、これをつないでいくっていうのはどういうことなのか、そういうことまで考えさせてもらえる映画になっております。なのでこの大きな愛の物語をぜひ皆さん見守ってください。よろしくお願いします。宮野さんありがとうございました。ご覧の皆様もですね、ぜひ感染症対策にお気をつけいただきました上で劇場でベリビエールの旅路を見届けていただけたら幸いです。それでは番組をご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。